UCC カフェメルカード総合横浜店の田美里です。よろしくお願いします。本日皆様にお召し上がりいただくコーヒーはパナマボケテ地区のコーヒーです。標高は2000メートル、品種はスズアイ。生成方法はメカニカルウォッシュのニュークロップの豆を使用いたします。パナマボケテ地区はバル火山の麓にあり、土壌は火山灰性の土壌です。標高も2000メートルと非常に高く、昼夜の寒暖差が大きい地区です。この寒暖差によってコーヒーの実は自分の中に糖分を多く蓄えるので独特な甘さを持っています。また品種はサツアイで、サツーラとムンドノーボの交配種です。ムンドノーボの香り高いコクとサツーラの明るく爽やかな酸味を合わせ持ったコーヒーです。また生成をメカニカルウォッシュにすることでクリアで均一性の高い高品質な豆だけを取り揃えています。私はこのコーヒーからゴールデンメープルシロップのようなきらびやかで繊細なアロマ、グレープフルーツやオレンジのような明るく爽やかな酸味、キャラメルやカラメルのような甘いアフターを感じました。この3つの特徴を併せ持ったパナマのコーヒーの魅力を最大限に生かした一杯を本日は抽出してまいります。それでは抽出を始めてまいります。今回はシティローストに焙煎したものをリッピングのミルで9番でお引きいたします。通常店舗で使用している6番の引きではカカオのような深いコクが残り、少し粗い8番では甘いコクだけで終わってしまい、クリアな味わいが出せませんでした。そこで9番の引きで一番粗い粒度にすることで粒度分布を広くして追い抜けを早くし、クリーンなカップに仕上げることができました。今回使用する器具はハリオ V60 のセラミック製のドリッパーです。一つ穴でスパイラルリブのこの器具を使用する理由は、空気の抜けが良く、コーヒーの抽出液だけがスムーズに落ちるのでスッキリとした味わいを作り出すことができます。またセラミック製のドリッパーを使用することで保温性が高く、一定の温度で抽出することができます。それでは抽出 B から抽出を始めてまいります。抽出 B は粉量 25g 使用いたします。抽出 B は抽出、蒸らしともに90度の温度で抽出していきます。90度にした理由は、96度から98度の高温では成分が出すぎてしまい雑味やざらつきを感じました。80度の低温では抽出に時間がかかりすぎて、この豆の持つ特徴を表すことができませんでした。そこで90度の温度にすることで、グレープフルーツのような明るい酸味やキャラメルのような甘いアクタ、バランスの取れた味わいを作り出すことができました。また蒸らしは長めの1分10秒かけてゆっくりと蒸らしていきます。
りと蒸らすことでキャラメルのような甘いアフターを引き出すことができました。蒸らしの後は大きく円を描くように一等で短時間で抽出していきます。細い湯で円を描くと粉を何度も踊らせることになり雑味やえぐみを一緒に出すことになってしまいます。大きく円を描くように外側に向かって抽出することでクリアで質感の高い味わいを出すことができます。抽出 B をとしている間に抽出 A を始めてまいります。は少し多めの 15g 使用いたします。抽出 A はあえて蒸らしと抽出の温度に差をつけていきます。蒸らしは80度で同じようにじっくり1分10秒かけて蒸らしていきます。80度でじっくり1分10秒蒸らすことでキャラメルのような甘いアフターを出すことができました。抽出時は抽出 A は90度と少し温度を上げて抽出していきます。同じように蒸らしの後は大きく円を描くように短時間で抽出していきます。そうすることでグレープフルーツのようなシトラス系の爽やかさを出すことができます。お待たせいたしました。はじめにゴールデンメープルシロップのようなきらびやかで繊細なアロマ、続いてグレープフルーツやオレンジのような明るく爽やかな酸味、最後にキャラメルのような甘いアフターを感じていただけたらと思います。今回はあえて口の広いカップを選びました。この3つの豆の持つ特徴を口全体で感じていただけたらと思います。終わります。